ツーリングドーム ST の基本的な畳み方。フライシートをリア側ファスナー部分を折り目にし半分に畳みます。両端を内側に折り込み畳みます。収納ケースのサイズに合わせて畳むのがポイントです。空気が抜けやすいようにあらかじめ前後のドアファスナーを一部開けておきます。四隅をきれいに広げ四角形になった状態で畳んでいきます。ドアを中心としてサイド面を内側に折りたたみ、さらに中に折り込み4分の1サイズに畳みます。インナーテントの上にフライシートを重ねます。フライシートの天井側からポールケースを芯にして空気を抜きながら巻いていきます。最後にすべてのパーツと一緒に収納ケースに入れて完了です。